こんにちは、劇花の古谷です。今日はこちら、五色唐辛子、観賞用の唐辛子ですね。唐辛子のお話をしていきたいと思います。この唐辛子なんですけど、夏場ね、花がなんかもう暑すぎて咲かなくなっちゃうなっていうことあると思うんですけど、そういう時でももう元気でピンピンしているのがこの唐辛子です。寄せ植えのアクセントにもいいですし、なおかつ、お庭に植えてもね、実が常についてて暑さに強いんで、結構大活躍、夏場に大活躍してくれるものの一つです。で、これ実はですね、唐辛子ってナス科の植物なんですよ。で、ナス科っていうのは連作障害が起きるので、ペチュニアもナス科なんですね。なので、ペチュニアを植えてたところとか、そういったところにペチュニア抜いてまた植えたりなんかすると連作障害が起きるんで、そこはちょっとなるべく避けていただきたいなっていうふうに思います。で、観賞用といえどもですね、辛いのがあるんですね。で、これ僕ね、味見したことあるんですけど、辛くないと思って、ピッてやってみたらめっちゃ辛かったんですよ。で、辛くないやつもあります。で、特に辛いのは細長いやつね、細長いやつが意外と辛くてびっくりしました。で、ちょっとですね、味見してみたいと思うんですけど、この五色唐辛子、まあ紫のね、こんな唐辛子なんですけど、辛いのかな、ちょっとかじってみます。おお、めっちゃ辛いです。めっちゃ辛いです。あー、超辛い、超辛い、超辛い。五色唐辛子、食べるとめっちゃ辛いです。気をつけてください。ということで、行ってみましょう。あー、そうだ、この唐辛子なんですけど、辛いじゃないですか。で、花も咲いて、で、受粉して実がつくんですけど、周りにね、ししとうとか、家庭菜園でししとうを植えとくと、一緒に受粉してね、ししとうが全部辛くなっちゃうんで、それだけ、もうほんと気をつけてください。まだ僕、口の中辛いんですけど、全部辛くなっちゃいますから、辛いししとうが食べたい方は一緒に植えるのがおすすめです。はい。では、行ってみましょう。ということで、今日は株選び、植え付け場所、植え付け方、土選び、水やり、肥料、病害虫っていうことで、定番のね、オーソドックスな内容になってますんで、ぜひ最後まで見ていただいて、唐辛子楽しく育てていただければと思います。まずね、株選びからなんですけども、実つきのいいものを選んでいただけるといいと思います。これなんかもう、すごく実のつきがいいですよね。実のつきがね。実のつきのいいものを選んでいただくっていうのと、あと、枝数。結構見逃しがちなんですけど、これね、下から見ると枝の数が分かると思うんですけど、これピンチして育てたりとかするんですけどね、ピンチってのは摘心して育てたりとかするんですけど、実のつきのいいものを選んでいただけ、枝数ね、実のつきと枝数のいいものを選んでいただけると、こっからわさわさ大きくなってくれて、意外と楽しく育ってくれるのでおすすめです。株元がしっかりしてるもの、その辺も選んでいただけるといいかなっていうふうに思います。で、植え付け場所なんですけども、まあ、東向きから南向きの日当たりのいい場所っていうのが、非常にいいですね。で、西日が当たっても意外と大丈夫なんで、植え付ける場所、もう日向でね、ガンガンでもううちどうしようもないのよ、暑くてっていう場所でもかなり育ってくれるのでいいと思います。で、植え付ける時期なんですけど、植え付けの時期はね、これ初夏から夏まで植え付けることができます。まあ別にね、秋に植え付けてもいいんですけど、そもそもがね、これ一年草なんで、唐辛子って。で、最低気温が5度以上あると、ずっと出根してくれるっていうか、多年草的にね、枯れずにずっといるんですけども、まあ普通はね、沖縄以外でしたら5度以下に下がっちゃう場所多いんで、しないケースがあります。ただ、種類によってはね、僕も知る限りでは越冬して毎年咲いてくれる、唐辛子なんかも最近は出てきてます。霜に当たらなければ OK っていう唐辛子なんかもあるんで、結構ね、可愛いな、こういう実がついてるの好きっていう方は、そういった唐辛子を買っていただいてもいいかと思います。その辺のね、いいやつ、いい唐辛子、だいたい、まあ、一なれ300円ぐらい、これがね、250円なので、唐辛子といえどもいい品種はそこそこの値段がします。では、行ってみましょう。根っこチェック、いっ
ってみましょう。あー辛かった、あー辛かった。おっ、いい根っこが張っております。ちょっとそっちへ持ってきますね。こんな感じ、ドーン、すごくないですか。ビンビン根っこ張ってますね。で、寄せ植えに使う方、植え付け方なんですけども、もりもり大きくなってっちゃうんですよ、唐辛子って。そもそもが野菜なんで成長も早いです。なので、あんまりね、成長させたくない、寄せ植えの形をキープしたいっていう方は根っこをほぐさずにそのまま植え付けてください。逆に、唐辛子をね、もりもり大きく育てて、実をたくさんつけたいっていう方は根っこをほぐして植え付けていただければと思います。ほぐし方、超簡単です。この辺の根っこをね、ビリ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 とこうちょっとちぎるんですよ。ビリ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 と。まあ、これぐらい軽くほぐしていただいて植え付けると、活着って言ってね、わ、すごい。根っこがね、こう伸びやすくなってくるので、根を張れば張るほどかなり大きくなってくれます。で、反対に大きくしたくない方は根っこほぐさないこと、ここだけ覚えておいてください。で、いつ植えても OK ですよっていう感じですね。で、秋に植えても、その先が短くなっちゃう、冬枯れちゃうので、そこまで、やってもしょうがないかなっていう感じです。ただ最近はハロウィンなんかのね、寄せ植えなんかも流行ってるので、ハロウィンに寄せ植えに唐辛子って結構ありなんですよね。なので、そういう時に使っていただいても結構なんで、いつ植えていただいても OK っていう感じです。で、土選びなんですけども、これは水はけ重視の土を使います。意外とね、唐辛子ってどんなところに植えても大丈夫かなっていうふうに思うかもしれませんが、意外と水好きなんですよ。で、水好きな上に水はけが良くないと嫌っていう、ちょっとわがままな感じの性質をしています。なので、土に関して言うと、鉢植えの場合には培養土を使っていただくのが一番いいんですけども、培養土、いつも言ってる通り、20リッターで1000円以上のいい培養土、もしくは、水はけね、最高、水持ちもいいっていうね、こういう膨らむ培養土、こういったものを使っていただくといいと思います。で、庭植えの場合なんですけども、かなりね、肥沃な土、栄養たっぷりな土で、ふかふかなところを好むんですね。なので、自分の場合には、まあ、普通ね、特に関東地方なんかだと赤土のお庭が多いと思います。ちょっと耕していただいて、腐葉土と堆肥を入れていただいて、ふかふかなベッドにしてから植え付けると最高ですね。そういった土選びをしていただければと思います。で、水やりに関してなんですけど、極端にね、乾燥すると、塩塩になっちゃうんですよ。もうキューってね、水枯れしちゃいます。で、なので結構水好きです。で、根っこも太いので水を結構あげちゃっても大丈夫なのでね、自分の場合でも水を与え続けるパターンが結構あります。で、鉢植えの場合だったら表土が乾いたらたっぷり、自分の場合だと 4,5 日に1回ぐらいのペースで水をあげるっていうのが、一般的な水やりの仕方ですね。その辺の管理というのはなんかね、野菜にやっぱり近いなっていうふうに思うんですよ。水をあげ続けないといかんですよっていう感じですね。まあ、雨が降ってくれればそれで OK なんですけども、降らない場合はそういった形でやっていただくといいと思います。で、肥料なんですけど、もう超簡単、これだけ。プロが使う基本肥料、こちらです。野菜なんで、肥料をあげるじゃないですか。で、肥料をあげるとそれに対して応えてくれて、ブワッと大きくなってくれるんですよ。で、これが唐辛子の面白いところ、肥料によく反応してくれる、これがもう一番面白いところですね。なので、大きく育てたいなんていう方は、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、元肥、これ 3.5 号のポットなんで、例えばこれを8号の鉢に3株植えて、もりもりの唐辛子の大きい一鉢を作ってみようみたいな感じでやっていただくとするじゃないですか。その場合に、まあ、下に土引いて、このね、プロが使う基本肥料を、ティースプーンで3杯入れていただいて、わさ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 と混ぜていただいてからこう植え付けます。で、植え付けた後、だいたいね、日陰に置く必要はないです。東向きぐらいの場所に置いていただいて2週間経ったらば、追肥、またこのプラが使う基本肥料をティースプーン3杯与えていただいて、南向きの場所に出していただくという感じですかね。そうするとですね、もり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 と大きく育ってくれるので、ぜひお試しください。このね、肥料の使い方は追肥と、元肥と追肥、
この2つだけで全然大丈夫なんで、そこまでこう細かい、ね、肥料をやっていただくとか、細かく何か薬を使うっていうこともないので、非常に手軽にですね座ってくれるので面白いっていうのがいいところかもしれませんね。で最後病害虫なんですけども、アブラムシそしてハダニがつきやすいです。特にハダニはですね、西日が当たりすぎちゃったりとか、乾燥しすぎたりとか、エアコンの室外機が近くにあるとかっていうことだと意外とハダニがつきやすいです。それで、アブラムシがですね、まずこれずっとついちゃうんですね。どうしてもですね、このね葉っぱがね柔らかくて美味しそうなんですよ。なのでアブラムシつきやすいです。なので週に1回これですね、劇の一吹き、これはですね 100% 天然成分の木作液にニームっていうね虫除け効果の高い植物の絞りカスが入っています。そこにアブラムシのつき始め、ハダニのつき始めに駆除ができるようにってことで酵素が入ってるんですね。でお庭にですねワンちゃんとかお孫さんとかいらっしゃる場合には農薬ってあんまり使いたくないじゃないですか。で意外と普通にね安価に手に入る農薬でも、口に入ったりしたらやっぱり体に悪いんですね。でなので 100% 天然成分でやりたいという方はこういったものを使っていただけるといいと思います。でこれね、まあ、2倍から3倍に薄めていただいて週に1回シュッ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 って散布するだけ、たったそれだけでアブラムシとかハダニの避けることができます。まあ、ちょっとサボったりとかするとね、すぐに湧いてきてしまうのできっちりと散布するようにしてください。でどうしてももうついちゃった、なかなかどうにもならない、ハダニなんかはこの葉っぱに点点点点がついたりとかするんですけども、ついちゃったらもうしょうがないんでこちらですね、イモコロピンボケしてる、あ、OK、イモコロこれですね、これも 100% 天然成分でパパイヤの酵素が入っています。パパイヤの酵素が入っているんで、この酵素でですねピリピリっとこうやっつけていこうっていうのが目的がこの、イモコロですね。これも 100% 天然成分で、これをですね500倍から1000倍に薄めていただいてシュ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 とかけていただくっていうのが一番ベストな使い方で、このイモコロに関しては1回作ったら使い切りにしてください。成分解性が非常に強いんですね。酵素の塊なので成分解性が非常に強いので作り置きするとですね、成分解してただの水になっちゃいます。なので、体にも悪くはないんですけど、その分、作用というか効果というかそういったものも薄れていってしまうので一回作ったらその日のうちに使い切るようにしてください。で混ぜて使わないようにしてください。成分解して木作液の成分自体が、変わってしまいます。ただの水になってしまいますので、混ぜて使わないようにしていただければと思います。で、虫を寄せつけないためにはこういったものを使っていただいたりとか風通しを良くしたりとか水やりのペースをしっかりするとか、極端に水枯れさせないとかっていうことが非常に大事になってきますので、そのあたりも、やりながらやっていただけるといいかなというふうに思います。あとハダニの予防の仕方ということでこの葉っぱにもね水をしっかりとかけていただくっていうのでハダニの予防にもなりますので、そういったこともお断りなく、やっていただければと思います。ということでここまでのお話の中で分かりづらかった点とかあと、もうちょっと深掘りして聞いてみたい点がありましたらばぜひですね僕の方に LINE の方で直接メッセージを送ってください。登録簡単、概要欄のところにリンクが貼ってありますのでそれポチッと押していただければ登録完了、メッセージが送れるようになります。あとですね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったということであればぜひ高評価のグッドマークを押していただけると僕のモチベーションも上がりますので動画撮るのが楽しくなってくるんでぜひよろしくお願いします。これから園芸始めたばっかりとか園芸詳しくなりたい、園芸上手になりたいっていう方はぜひチャンネル登録していただけるとお役に立てるんじゃないかなっていうふうに思います。今日みたいな感じでねその植物その植物に特化した育て方っていうのを毎日配信してますのでその新着の動画もお知らせが届きますのでぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひねこの唐辛子、なかなか辛かったですけどもやっとね口のヒリヒリが治ってきました。こちら楽しいのでぜひ育てちゃってください。